どうもルックンです、ラジオモアとやってきました、2022年9月7日台風11号通り過ぎまして、台風一過の晴れ間は出てるんですが、非常に暑いです。涼しくなろうと思ったら暑いです。ラジオマートちょうど九条通り、こちら九条通りですね。九条通りの新千本東になります。ちょっとこちら方向が当時だいたい500メートルぐらいですね。こちら方向が西寺も500メートルぐらいです。ラジオモアト公園という公園がありまして、ちょうど地図がありますので、今現在地九条通りのこちらです。現在も残ってますけど、千本通りという通りが、昔の朱雀王子通りになっているわけです。この朱雀王子通りが大内裏までずっと85メートルの幅で、続いていたということなんですけども、現在地のここに、東寺と西寺のちょうど中間、平安京の真ん中、朱雀王子の一番南端にラジオ門が建っていたと言われています。早速ラジオ門の後の公園がありますので、ちょっと行ってみたいと思います。小さな公園なんですが、九条通りから少し入りますと、ラジオ門遺跡という遺跡があります。ラジオ門遺跡ですね。説明書きが書かれてますので、ちょっと読んでみたいと思います。ラジオ門跡、源氏物語ゆかりの地、平安京のメインストリートである朱雀王子の南端に設けられた、都の表玄関にあたる大門で、この門を境に京の内外を分けた。後陣ですかね、後陣7年816年に台風により倒壊し、その後に再建されたが、天元3年980年の暴風雨で再び倒壊した。あとは、再建されることがなかった。つまり164年ほどですねしか、ラジオ門という門は存在しなかったということですね。11世紀前半に藤原道長が宝生寺造営のために門の礎石を持ち帰った記述が小遊記にあり、この頃には門の礎石や基壇のみの姿となっていた。もう上の建物はなくて、礎石だけの姿になっていた。礎石は残っていたということですね。付近の発掘調査では羅城門に関わる遺構は見つかっていないが、当時の木道飛ばす毘沙門天立像、これ国宝ですね、三財鬼瓦重要文化財、京都国立博物館寄託はこの門にあったものと伝えられています。瓦とか源氏物語絵巻の柏木の3に出てくるこういうものですね。ラジオ門跡、現在地はこれラジオ門の北西角になりますかね。こういったラジオ門という形の門が、たった164年だけの間なんですけども、建っていたということですね。周り見渡して
まあ、特に何も残っているものはありません。おそらくこの地中深くに、残っている可能性もあるんですが、まあ、発掘調査もそんなにされてないということですね。まあ、当時が残っているということで、まあ、あまりこう調査は進まないような状態だと思います。それでは当時の方へ行ってみたいと思います。